昨日国鉄により発表されました方針を受けまして、明日3月13日より日本航空及び JAL グループ、バス機内におけるマスク着用につきましても個人の意思を尊重し、お客様自身の判断に委ねさせていただきます。皆様のご理解をどうぞよろしくお願いいたします。それでは大阪までの45分の空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。ご不明な点は乗務員にお問い合わせください。お客様に安心してお過ごしいただくため、機内ではマスクの着用をお願いしております。政府より発表された方針を受けまして、3月13日より日本航空機内におけるマスク着用につきましても個人の意思を尊重し、お客様ご自身の判断に委ねさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは羽田空港まで45分ほどの空の旅、ごゆっくりとお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。